2021年3月11日、日の出方向は、雲など邪魔するものはない。こんな日はダルマ朝日が期待できます。あ、出た。出たよ。おにぎり型じゃな。ダルマ朝日とは、昇ってくる朝日が水平線に差し掛かった時、もう一つの太陽が現れ、まるでダルマの頭が胴体にくっついたように見える不思議な現象が起こります。これは海水と大気の気温差により、光が屈折して起きる自然の芸術です。これが瀬戸内海沿岸でも起きます。こうして、今日朝は、素晴らしい天体ショーを見ることができました。